おはようございます。おはようございます。さあ今日はですね、ローザンホースパークにやってきております。なんと私たち今馬車に乗ってますよ、はい、そうなんです。後ろ姿すごい可愛いですね。可愛いな。なんかね、優雅だよね、馬車って。そうですね。2人がやってきたのは苫小牧市にあるローザンホースパーク。冬でも遊べちゃいます。およそ80頭の馬が暮らしている国内最大級の馬のテーマパーク。新千歳空港から車でおよそ15分の距離で、無料送迎バスも運行されています。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。今回ようこそ、はい、ご案内いただくノーザンホースパークの高宮さんです。よろしくお願いします。高宮です。よろしくお願いします。ノーザンホースパークには馬と触れ合える様々なアクティビティがありますので、うん、今日一日ご案内したいと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。やっぱ馬好きにはたまらない場所ですよ。あ、そうですよね。高宮さんも馬好きですか？あ、私も馬大好きです。今回はノーザンホースパークで丸1日遊び尽くします。馬と触れ合えるとっても楽しいイベントが満載。おー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 、そう、通じ合って、通じ合ってんだ。この子、おー、もうね、迫力半端ない。グルメも充実。割とね、細かく引いてるので、すごくこう、なんていうんでしょう、繊細な味わい。さらにはこんな遊び方も。なんか羽が入ってきましたね。ポニーって可愛い馬ですね。ここではとってもユニークな馬たちの演技が見られます。ここどういう、どういうところなんですかね。はい、こちらはハッピーポニーショー。はい、ハッピーポニーショーといって、ノーザンホースパークでも人気のアトラクションでございます。あの、馬の賢さ、あと可愛らしさに触れられるポニーによるショーでございます。ポニーショー、はい、私見るの初めてかも。最初に2人が体験するのはハッピーポニーショー。10頭いて、どのポニーが出るのかは当日のお楽しみ。ビリーちゃんは、あの、趣味は乗馬なんですよ。あ、そうなんですか。あの、ちょっと乗馬をやったことがある。それは素晴らしい。素晴らしいですよね。やったことがある。あ、来た。おお。おお、あら、かわいいな。皆さん、こちらの拍手ありがとうございます。今回、車庫を務めます、こちらのポニーさん、この前はツーちゃんと言います。皆さん、ポニーちゃん、ツーちゃんの名前はツーちゃんですね。今日はツーちゃんと私と、そして皆さんでこちらの一曲演奏してみたいと思います。ツーちゃんが演奏するのはこちらのスピーチャイムです。シングルです。はい、素晴らしい演奏でした。出演するポニーたちは特別なトレーニングを受けていて、手綱を使わない技が魅力。お手伝いしてくれる人、はい、ありがとうございます。では、はい、おー、頑張れ頑張れ。ゲストが参加できることも。スーちゃんできるかな。おお、できるわよ。ちゃんと味持ってくれてます。さあ、それでは行ってみましょうか。スーちゃんとお客様の協力技、さあ、上手にできるでしょうか。お、お、お、おろ、おろ、おー、いい、いい、おー、おー、まずまちゅう。スーちゃん、飛ぶんだよ。まずはね、こうやってジャンプをする前に深呼吸を深めてから。さあ、お姉さんのハートもしっかりキャッチしたところで、いきますよ。上手に飛べるか。じゃあ、うわーい、ジャンプ。うわーい、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 うわーい
後には触れ合いタイムというポニーたちと触れ合える時間があります。なんかなんか好きだな。そう、さっきからお姉さんに釘付けですね。トレーナーをされていてもどのぐらい年数経ちましたか？スーちゃんとコンビ組んで4年は経ったかなと。あ、4年結構長いね。僕とユリエもちょっと3年ぐらいですよ。もう仲良しですね。そうですね、私は仲良くしてほしいんですけど。ああ、そうですね、あの彼女みたいなものなので、うん、そう、私も諦めないようにいつもエスコートして。なるほど。そう、飽きられちゃうっていうこともあるんですか、トレーナーさんでも。例えばこのショー全体がデートコースみたいなもので、うん、毎回同じデートコースだと飽きてきちゃいますよね。そう、なので今日はどんな風に私を楽しませてくれるのってポニーたちみんな言ってるんですよね。頭ちょっと良すぎないか。すごく賢いですよ。なんかポニーと呼ばれる基準みたいなのってあるんですか？そうですね、背中の高さが147センチより小さい馬はみんなポニーと言います。一番背の低いポニーって大体どのぐらい？ノーザンホースパークにいるポニーだと、はい、あのこれくらいの、高さのポニーがいるんですか？スーちゃんがちっちゃくなった感じですね。そんな見たくない？見たい、見たい。この後も可愛い馬が登場。おお、通じ合って、通じ合ってんだ。先ほどのあの小さいポニー、はい、見せていただけるということで、はい、こちらの厩舎に。これどれですかね、この子たち？ジャイコです。ひょっとしたら実はどの子？この子です。あ、そっちですか。こっちじゃなかった。チャチャくんって言います。かわいい。チャチャくん、チャチャくん、チャチャくん、チャチャくん。すごい毛が白くて、はい、ノーザンホースパークで一番ちっちゃいお馬さんです。ちっちゃいね。実はチャチャくんはこう見えて立派な大人のポニー。チャチャくん、こっち見て。結構僕叩いてももう無視で。チャチャ、チャチャ。ちょうど日が当たってるんで、もしかしたら気持ちいいのかもしれない。気持ちいいのは、ね、そこが。これ今冬だからこんなに毛が。そうですね、夏だとあのもう毛が全然短くって、冬だとこう寒さに耐えるためにもっこもこになる感じですね。ふかふかな冬毛の馬たちと触れ合えるのがとっても魅力的。ポニーって可愛い馬ですね。さらに園内を歩いていると珍しいものを発見。馬のウォーキングマシーンですね。何馬のウォーキングマシーンです。どういうこと？馬も人間と一緒で、はい、運動が大事なので、運動ができない時に、はい、回ってる。強制的に歩かせてるっていうこと？あの強制的ですね。馬も脂肪がたまると体に負担がかかるため、健康のために運動します。でここが、餌やりが、はい、馬たちが暮らしている厩舎なんですけれども、はい、こちらで餌やり体験ができますので、はい、よかったらお馬さんたちの大好きな人参クッキーを。人参クッキー、はい、人参じゃなくて人参クッキー。人参クッキーです。馬ってクッキー食べるんですか？馬用のクッキーです。2人も餌やり体験をしちゃいます。今ちょっと欲しがってますね。欲しがってますか？はい、これは欲しがってるってことですか？欲しがってます。すっごい欲しがってます。あそこもっと欲しがってる。もう体当たりして、暴れてるよ。ガーンって。これが欲しがってる合図ですか？はい、あの馬によってアピールが違うんですけども、例えばこの子はもうちょうだいちょうだいって言って、こう入れていいんですか？はい、この中から、はい、うわー、おいしい。あ、うまいんだ。これね、人だけかなと思ったんだけど、やっぱり馬もね、スイーツが好きなんだよな。ははははこの子。なるほど。この子は競馬で走ってた馬ですね。っていうか、まあまあ
成績いいんだよ。すごい、優勝とかして。あ、優勝してんだよ、すごい。厩舎では大きいレースに勝った往年の名馬にも会えます。欲しがってますね。早くちょうだいよ。かわいい。はい、どうぞ。おー、すごい、ボリ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 。おいしい。おー、うまい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 。おー、やっぱうまいな。うん、おー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 、この通じ合って通じ合ってんだ。みんなただすごい欲しがってる子がいますね。もうね、叩かれてるよ、もう。早く来るって、うん、この子18戦7勝ですよ。この子ですね、この G1 も優勝してるよ、はい、すごい大きいレースを勝ってる。全部優勝。お、君すごくない？君すごくない？なのでファンも多いよ。お、もう蹴ってるよ。もうこの子、お、もうちょっとすごいわ。分かった分かった分かった、はいはいはい、分かった。早くちょうだいよって。もうね、迫力半端ない。今上げていただいて性格様々だったと思うんですけども、ファンの方も、あ、この子こんな性格だったんだなっていう新しい発見ができると思いますね。楽しかった、はい、ですか。なんかね、お馬さんたちが美味しく空気を食べてる姿を見て、なんと僕らもお腹が、そうなんですよ、空いてきたわけですよ。園内の洋食レストランディアドブエナビスタ、道産食材を生かした絶品料理が食べられます。どんなメニューが食べれるのかすごく楽しみなんですが、はい、何かおすすめはありますか？はい、手打ちそばをお召し上がりいただきたいと思います。手打ちそば、手打ちそば、はい、洋食レストランなのに手打ちそば。大変お待たせいたしました。ありがとうございます。かけそばでございます。おパーク内の料理人が毎朝手打ちしているこだわりのそば。おいしい。すごい、あのそばの香りが豊かで美味しいですね。麺もちょっと中太ぐらいの麺で少しコシもあって、はい、すごく美味しいです。噛めば噛むほどもうそばのいい香り、絶妙なこのお出汁の感じとね、お蕎麦に合いますね。美味しい。りちゃんがいただくのはもう一つのおすすめ、ハンバーグステーキ。まっかり産ハーブ豚と国産和牛を使用した贅沢な一品。いただきます。割とね、細かく引いてるので、すごくこう、なんて言うんでしょう、繊細な味わい、味が染み込んでいて美味しいですね。ジューシー、なんかソースがいいですね。美味しいですね。デミグラスですか？そうですね。またパンもついてますね。あ、はい、そちらのパンはノーザンホースパーク内にある工房で毎朝焼き上げている自家製酵母のパンでございます。あ、パンも自家製なんですね。はい、パンも自家製です。ちょっとこうつけていただきます。パンはね、柔らかくてですね、なんかすごくこう小麦粉の香りがすごく漂って、うん、やっぱお店で作られてるからこそ。そうですよね、はい、こういう遊べるところがやっぱり美味しい食事をいただけるっていうのはかなりやっぱポイント高いですね。高いですね。午後も楽しいアクティビティ、アトラクションをご案内させていただきますので、よろしくお願いします。楽しみ。じゃあちょっとお腹いっぱいにして楽しみましょう。楽しみですね。午後も遊びましょう、いっぱいね。大満足の2人、次はどんな体験が待っているんでしょうか。大自然の中で楽しめる遊びがいくつかありまして、うん、はい、そのうちの一つ、うん、バルーンアーチェリーをご体験いただきたいと思います。バルーンアーチェリー、これもね、馬と関係があるといえばあるんだよな。昔はやぶさめですね、ねえっていうのはあるんだけど、それを技術をここで磨いていつかバルーンアーチェリー、そう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 。先に割った方にはスペシャルプレゼントをご用意してますので。何、ここは何、試合を、あ、
試合をしていただこうと思ってます。なるほど、対決か。ああ10本の矢を交互に打ち合って、より多くの風船を割った方が勝者となります。みちゃんを倒してビッグなプレゼントもらうぞ。今回こそゆりえに勝つぞ。ちょっと高いか。あら。惜しい、めっちゃ惜しい。なんかこれが上手ですね。ほら、ほらね、もう。急に弱くなった。そう。よ。お。っていうか、き。すごいね。あ、ダメでした。いきまーす。はい。そりゃ。ということで、接戦の上、はい、引き分けとなりました。めっちゃ惜しかったんですけどね。惜しかったんですよね。もうどうでした、あの竹村さん、僕らの。とってもお上手でした。お上手だったんですが、あのどちらも割れなかったので、今回はじゃんけんで勝ち抜けていただきたいと思います。じゃんけんぽん。プレゼントは、はい、ノーザンホースパークの人気アトラクションの観光引き馬です。お、あ、乗っちゃうんだ。急に乗れるってことですね。はい。はぁ、やったよ。観光引き馬はスタッフが引く馬に乗って気軽に乗馬体験が楽しめる人気のアトラクション。いい眺めですよ。あ、やっぱり馬に乗るとね、やっぱ気持ちいいんですよね。うん、出発、行ってきます。いってらっしゃい。え、すごいね、ゆったりと歩いてくれるので、なんかこう優雅な気分でできます。で、グーちゃんって言うんですって。今ちょうど冬の時期で毛がモコモコで気持ちいいです。馬の上から見る素敵な景色を堪能してみてください。さらにもう一つのプレゼントがこちらです。わお、途中にね、写真撮りますねって言われて、はい、はー、ゆりえの趣味は乗馬ですっていうのね、改めてその証明できます。やった、勝ててよかった。よかったよかったよかった。さあ、いっぱい遊びました。うん、めっちゃ遊びましたね。ということで、帰りにはですね、はい、やっぱりお土産を買って帰らないとね。ですね。またしても提案が。このショップで一番人気のお土産をまた当てていただきたい。あら、またまたまた出ました。またですか。で、正解された方にはまたプレゼントをご用意しますので、ま、なんか今日プレゼント多いですね。はい、ちょっともうぜひ当ててみてください。やる気も出てきましたね。まあちょっとね、ちょっといろいろ見てみましょうか。はい、馬のデザインが、これもクッキーですね。はい、あの幸せの象徴と言われてる馬の馬蹄の形のクッキーですね。はい、はい、これもちょっと面白い。あ、それも馬を運ぶ車の形をしたクッキーです。これなんか人気ありそう。ね、うんうんうん、これじゃないの。幸運を呼ぶ蹄鉄。これって本当にあの、はい、なんていうの、縁起物なんですよ。あ、そうですね、あのこう上から幸せがいっぱい入ってくる、うん、ですよね。はい、あ、かわいい。これ何、1等2等3、これ何ですか。外れなしのくじです。あ、くじ。はい、1等が当たったらあちらをお持ち帰りいただきます。これかわいいですね。ゆりえちゃん引いてみます。もうちょっとゆりえは今日ついてるからね。ついてますから、うん、気合い入れていきましょう。一等賞を願って、はい、あ、一
ぱいね、紙が入ってます。ハズレはないから、はい、ハズレはないからね。じゃーん、三等賞。かわいい。まあ、ハズレないからね。ハズレないので、うん、かわいい。やったー。実は2人が見た中にお土産ランキング1位の商品がありました。2人が選んだのは、せーの、これ、こちらです。残念でした。どっちも。はい、正解は、うん、実はゆりえさん惜しかったんです、はい、こちらのクッキーでした。クッキーでした、はい、人気ランキング1位はホースシュークッキー。しっとりとした生地にチョコチップが入っています。勝敗はまたもやじゃんけんで。じゃんけんぽん。こちらが商品のバテーのアーモンドクロワッサンです。パンですね、はい、あの馬の蹄鉄の形をして、形が、はい、ですね、こちらのパンもノーザンホースパークの工房の中で、はい、自家製工房で、はい、毎朝焼き上げているものです。美味しそう。ゆりえちゃんがもらったのはバテーのアーモンドクロワッサン。アーモンドがたくさんついたデニッシュ生地で、中にクリームが入っています。アーモンドクロワッサンだそうです。いいね、この形がまたいいですよ ね、 いいですね。素晴らしい、素敵です。ありがとうございます。おめでとうございます。ノーザンホースパークでは、馬について楽しみながら学べる資料館と、競馬の歴史を知ることができるギャラリーもあります。今日はね、盛りだくさん、うん、本当にね、充実した一日。そうですね、楽しかったね。ゆりえどう？いろんなこと体験して、はい、馬との距離が縮まった感じがすごい感じましたね。そうなんですよね、本当に。でも一日遊べてね、飽きないんですよね、本当に。あっという間に時間も過ぎていきますね。まあ、雪も積もっていくんだけれども、他にもね、おそらくたくさんありますよね。そうですね、降雪機にはスノーラフティング、うん、スノーモービル、うん、はい、スノースライダーなど様々なアクティビティを楽しみいただけます。結構じゃあまだまだこれから。そうですね、これからも、はい、楽しんでいただけます。そうなんですね。またぜひお越しください。もちろんです。いただきます。夏も冬も一年通して遊べるノーザンホースパーク、皆さんもぜひ遊びに行ってみてください。